滋賀県道18号大津草津線は、滋賀県大津市大津高校交差点を起点に、滋賀県道558号高島大津線より、分岐して、琵琶湖を架か,かる、大宮大橋を渡り、草津市の国道1号、野寺町交差点までを結ぶ延長 9.7km の県道である。別名、大宮大橋に沈め伊勢の大津川を湖岸道路、なぎさ通り、草津川の大宮大橋。 橋岡中央高天間は大津湖南幹線と呼ばれる。全線にわたっては大見大橋線とも、滋賀県の県庁所在地である大津市と滋賀県の産業経済の発展の中心である湖南、古東地域を結ぶ国道1号のバイパスになりうる道路として1971年に県道に認定されて、 大見大橋有料道路として着手されており、2013年12月25日まで、大津市丸の内町交点、草津市、矢橋中央交点間は、大見大橋有料道路であった。大津市浜大津一丁目草津市、矢橋町間の延長 7.7km 区間については、1987年8月10日の道の日に、旧建設省と、 道の日実行委員会により制定された日本の道百選の一つに選定されており、ほぼこの区間の全線が4車線となっている。大見大橋西詰め付近の中央分離帯に、大見八景の一つ、八橋の規範を表現したモニュメントがあり、日本の道百選の検証費となっている。1日の交通量は約3万6千台ほどである。かつての大津市内の東海道は、 大阪山から浜、大津を経て、ゼゼの城下町を屈曲し、阿わずから唐橋に抜けていたが、旧東海道を継ぐ国道1号では、旧東海道の南側に並行して、大津市街地を離れて、バイパスが付けられた。本県道は、1958年から始まった、琵琶湖面の埋め立てで造成された土地に新しく付けられ、1971年に、 道路法に基づき県道の路線に認定されたものである。この造成地は公共施設や百貨店、マンション、ホテルなどが集中し、次第に交通量が増加したことにより、交通渋滞、事故、騒音など交通環境の悪化を招いた。これらを解決すべく1983年から3カ年計画でシンボルロードとして県の集計緑化事業等が実施され、 現在は、歩道や車がスムーズに走れる道路として生まれ変わった。同時に、電線の地中化も行われている。大見大橋やその取り付け道路は、往復に車線で建設されていたが、当初より4車線化できるように、用地買収や基礎工事が行われており、供用開始後の大見大橋の営業成績が良かった、ことから1985年3月から往復4、車線で、 供用開始された。大宮大橋、草津市側から大津市を望む大宮大橋の取付道路を建設するにあたり、地元から、浜大津付近から草津市方面を望む画面上部の片側に車線の道路が、滋賀県道18号大津草津線。画面左上に、大宮大橋が映る終点付近から大津市方面を望む滋賀県道558号。 高島大津線との分岐点である大津高校交差点は東県道の起点となっており、交差点の東2586年に築城された大津城跡でもある大津港があり、観光外臨船や学習船などの発着場となっている。大津市街地の県道沿いには、平家物語でよく知られる源義仲と廃人松尾芭蕉を葬った義仲寺がある。 大見大橋に沈めには、市民公園である大津湖、岸名義佐公園と、徳川家康が最初に築いた城で知られる、ゼゼ城の本丸跡があったゼゼ城石公園がある。ありがとうございます。